今日はアジングの合間のお楽しみをやります。何かって言ったら、じゃん、試食。しかも入っとった、これキスバリ買ってきたね。今日高かった。これキラキラつきないね。これ見て、ほらここ、狙いは何にしよっかな。狙い何にしよっかな。今日決めてへんだわ。え、チャリコちゃんにしよっかな。この 5g のメタルチークでやろう。じゃあちょっとアジングの合間の遊び行ってみます。距離欲しいな。表層バーって浸ってみるか。表層かさぐってた方がいいからさ。こんだけ表層にマイクロベイト浮いとったら、青物やったら表層でガツンくるやろ。ぐるぐるバーって。うん、そんくらいでもいいと思うよ。来たらグイーってくると思うよ。雨跡やであかんのかな。雨跡やであんま良くないんかな。あの真ん前は。あのまんま、あっちの。うん、いや、そこを次ワンピッチで探っててみ。いや、まず表層でいいと思うよ。え、ほんならもう普通に巻いてくるといいと思うよ。おったらゴンってくるよ。これさ、5回で当たらへんってことはさ、あかんねやに。え、多分雨が効いとんちゃうかな。でも僕は、あ、来た、あ、外れた。タイやったな今のは。ちょっと楽しかったわ。あ、違う、ベラや絶対。うん、針がないもん、ほら、うん、完全なベラや。うん、これはベラやったな。わからんよ。いや、ベラや。キラキラサビキ買ってきたのにさ、すぐになくなってた。最後やん。もうあと1個ない。え、うん、いや、張りくぐったあるけどさ、うん、まあとりあえずあれや、タイやったらどうする。いや、あれはタイじゃないな。だって張り切ってくんってあいつしかおらんや。マダイで張り切られる。あ、そうか。投げたてみ？めっちゃ足元よ。今度5回つけて。今度5回つけて。リール変えてみ。いや、タングステンで飛ばした方がいいかもよ。
ジュース買ってきた？え、違う、買ってきたんっていう。マダイって歯、あれ歯鋭いか切ってくと思う？なんかでかそうやったな、さっきの、めっちゃ飛ぶやん、めっちゃ飛ぶやん。言うね。もうおじいちゃんにはこの釣りが一番楽やわ。もう勝手に持ってってくれるから、この釣り楽や。ほらもう当たっとるもん。コンコン。よし。よし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 。やりたい？お、タイヤ。タイ三連や。まさにチェニコさんで。え？もう逃がしたるよ、かわいそうやで。チャリコのこれがおるってことはでかいのおるな。はい、チャリコちゃんバイバイ。どこ？登ってないよ。お、いやみや。やりたいっすか？全然。はあ、じゃあ次やったらどうする？餌つけてあげたらどうする？どうやったら一日を楽しめるかって言ったら、プライド捨てることや。したら、はい、あとはもうほっとく、もう糸張ってほっとくだけ、はい、ピーンとな。当たった。いや、まだ大丈夫。回し。はい、来た。今の合わせ方非常に良かったですね。合わせ方としてはこれで50点満点中50点。アジングのこの合間のこの釣り楽しいよね。もうね、トルクがね、ちっちゃいんだわ。はあ。あ、でもゴン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 叩いとるから、タイ独有の叩きですね。三段引きや、三段引き。ちょっと2連や、2連。見せて。あ、来た、取れや、ちゃんと。お、なんてや、取れた。何釣ったんすか。ほら、ナッピさんこういうのはあんまタイ触らん方がいいんですよね。うん、そうなん。でもチャリコちゃんをね、なんかあれない、プライヤーない。なんでな。もう口持ってキュッてやってあげて。ちなみに下はこれ僕くくった針ですね。あれと下は僕自分で取るな、取り方はなるべく針の根元を持って、取れてないやん。すげえ、取れた。じゃあこれ左腕巻きやん。全然なんか釣れとる。釣れてないよ、絶対釣れてないよ。左巻きなれよ、これ早く。無理だよ。うわ、そうやって言ってくる人はな、いかんねん。ほら、釣れそうやん。てってれん、見てください。ちょっと早く、みんな見て、こんなちっちゃいカサゴ忘れた。おもちゃだおもちゃカサゴミニチュアや。
いい感じ。村上さんみたいな。もうちょっとな、たらしを長くしたらいい感じ。お、来た。これはでもカサゴっぽいな。うわ、なにこれ、しましまや。聞いとる。しましまだい。あー、あの例のやつな、お忘れでよく釣れるやつな、お忘れ漁港で。鷹の肌い。チャリコちゃん。チャリコですね。可愛いな。おお、いいですね。大きくなるよ。そうだね。あ、いた。噛まれるんやな。一枚噛んで来上がるぜ。可愛いな。可愛いと思う。いいね。この距離で。